偏差値30から確実に法政大学に合格する英語勉強法。今日はこうしたテーマでお話ししていきます。僕の簡単なプロフィールを紹介します。こうした本を書いています。僕自身偏差値が29という、とてつもなく低い状態から、なんとか大学に合格した経験をもとに、これまで3000名の生徒さんの指導をさせていただきました。偏差値が50未満の生徒さんのうち、その9割が偏差値65まで、到達されるという実績がありまして、今回の動画もその経験をもとにお話していきたいなというふうに思います。今日はこうしたテーマでお話していきたいなというふうに思います。まず、法政大学の出題傾向を説明し、そして具体的な方法論を説明していきたいなというふうに思います。こちら2段階ありまして、まず偏差値30から60までの方法、そして60から法政までというこの2段階でお話していきたいなというふうに思います。では目の前のレジュメをご覧ください。法政の英語のランクは7ですね。マーチの中では、一般的な標準的な問題と言えますが、他の大学、大学全般で見たら難しい方になると思います。で、制限時間も、マーチの中では標準的と。読解も文法も、標準的ですよという形ですね。で、語彙力が結構ハイレベルっていう点も重要なんですが、ただ、論理的に推測する力という読解力の力があれば、特にそうした難しい語彙を覚える必要はありません。むしろこの論理的に推測する力というのをしっかり身につけなければいけないというふうに考えてください。文法も、そんなに難しくなく標準的な対策で十分こと足りるでしょう。で、学部ごとの特性が結構出てきてまして、例えば経済学部ですと、世界情勢などが長文ではよく出たりします。このあたりをしっかり踏まえておいてください。実際の過去問を見ていきましょうか。こういう、これは文法問題ですかね。が続いて。で、これは、適切な言葉を選んでいくと。これは文法的な観点と、そして文脈的な観点、論理的な推理能力というのも問われてくる問題だと思います。で、こういうのは続いて、次、長文が始まると。長文がね、言葉がちょっと難しいから、苦手だなって感じる人はいるかもしれませんが、言内部の力、読解力をしっかり身につけておけば、さほど難しくありませんし、この動画の中で、その具体的な対策をしっかりお伝えしていきたいなというふうに思います。長文は、マーチがそもそも結構長文を好む傾向なので、なかなかボリュームあるんじゃないかなと思いますが、制限時間が十分あるので、そんなに時間が足らないということはないんじゃないかなと思います。具体的な方法論に入っていきます。まず、第1段階、偏差値30から60になる方法というところでは、そうですね、まずこの英単語の覚え方っていう動画を見ていただいて、英単語を覚えていただき、そして英語の極め方という動画を見ていただいて、英語をどういうふうに勉強すればいいのか、あらゆる参考書に通用する勉強法というのを学んでいただきたい。そして具体的な参考書を提示してますから、3冊の参考書、それをしっかりやっていただくことで、偏差値30から60まで最短でたどり着くことができます。それぞれの動画の検索の仕方をお伝えしましょう。まず英単語。英単語はですね、まず、この YouTube の検索窓で英単語10分300個って提示、検索していただきますと、これが出てきます。こちらを選んでください。で、英語の勉強法。これはですね、満点が取れる英語勉強法で検索していただくと、こちらのサムネイルが出てきますので、こちらからご覧ください。で、最後に参考書。これは、たった3つの参考書、英語っていうふうに検索していただいたら、こちらに出てきます。これを見て勉強していただいたら、偏差値60にまでたどり着くことができます。以上の勉強したら、偏差値が60までたどり着きますから、そのここから一気に、法政大学レベルまで持っていく、そういった勉強法をお伝えします。これです。ですね。ここからここまでが長文対策ですね。まず、速読英熟語をやって、東大英語長文5分でやをやった後に、この中沢の難関大攻略、徹底英語長文、読解講義という、こちらの参考書をやりますと。順番的には、この左から右へやっていく形ですね。で、文法問題は、ネクストステージという、問題集でも十分こと足りるんですけども、余力があれば、こちらの整合性状問題300選というのを対
大変おすすめです。で、ここまでやった後に、まあ、当然ですが、法政大学の過去問を実際に解いてね、演習していただく。そうすれば、十分ね、偏差値30から法政大学に合格できる力が身につくことができます。いかがでしたでしょうか。あなたの合格を心から祈っています。ご視聴いただき誠にありがとうございます。